はい、どうも、工場のゲームズです。今日もね、ロマサガ RS やっていきましょう。ということで、はい、来ましたね。プチ au ピックアップガチャとワグナス襲来がね、本日12時から開催いたしました。はい、タチアナとワグナスですね。こちらはですね、今回ね、私はちょっとね、スルーしようと思ってるんですけれども、ワグナス襲来の方をね、ちょっとやったんですけど、あれ見てると、ワグナス欲しいなって思うんですよね。結構いいじゃんと思って。まあでもね、ちょっとね、前回も言いましたけど、ハーフアニバーサリーまでちょっとね、私はちょっとジュエルを温存したいなと思いますので、ワグナス狙いに行ってる方、タチアナ狙いに行ってる方、ぜひゲットしてほしいなって思っております。はい。はい、シチュエイユピックアップガチャ。ガチャ詳細からワグナスのね、スタイル紹介。はい、ワグナスのお試しで、サイコバインドっていう技がね、新技あるんですけど、こちらね、結構かっこいい。こんな感じ。はい。こちらはね、一応、槍の技ですね。物理攻撃になるのかな？でもね、これ全体攻撃の麻痺なんですよね。全体ダメージを与えて、全体を麻痺。うん、これね、やっぱ結構ね、見た目、演出もかっこいいし、持ってるとね、結構役に立ちそうな、技だと思います。でからね、このドット絵のね、ワグナスも、なんかすっげえ女っぽいんだけど、なんかいらっしゃいみたいな感じかな、これ。うん、すっげえ女っぽいんだけど、技を使うときは冬型戻るのかな。まあでもなんか足で立ってるよな、これ。足あんのか、これって感じなんだけど、このサイコバインド結構ね、いいと思いますよ。最大覚醒するとね、銃で使えるんで、開幕でね、使えそうなんで、結構ね、いい技だと思います。うん。で、見た目もね、結構ドット絵？うん。結構ね、綺麗に作ってあって、まあ、派手というかね。うん。見た目もいいかなと思いますね。まあ、あとはね、ファイアーボールとセルフバーニングは、まあ、従来の技と一緒なんで。ファイアーボール。ね。だから、セルフバーニング。で、まあ、実際ね、ワグナス襲来イベントで、ワグナスとね、戦ったんですけど、一応ね、敵となっている、襲来のね、ワグナスはね、ライトボール使います。なんでそっちが使うんだよ、みたいなね。ここライトボールだろう、みたいな思うんだけど、本当はね。うん、まあ、だから、S スタイルなのか、A スタイルなのか、で、ライトボールね、おそらく、来るんじゃないのかな、と思いますね。まあ、それでライトボール持ってこれたら、結構ね、このワグナス、いいんじゃないのかなと思いますね。あとね、こちら SS タチアナなんですけど、まあこの子はね、ほんと強いですね。テンションアップ4もアビリティで持ってますし、まあジタバタハンマー。まあね、技の可愛さとは裏腹に対象スタンで確立中で特攻もね、ついてる技なので、しかもね、コスト5。結構ね、いい技をタチアナは持ってるんで、で、脳天割りは知力を下げる技。うん、デバフ攻撃もしっかりある。で、S タチアナからもね、まだ持ってこれますし、デバフのね、技を。だからこちら新技ですね。グランドスラム。はい、こちらもね、タチアナの腕力を活かしてね、素早さもあるかな、確か。うん、この全体攻撃。ちょっとね、BP が15で重たいんですけれども、最大覚醒しても12か。うん、開幕では使えないんだけど、まあ、ここぞっていうところでは使えるね、大技にはなります。そうですね。まあ、今回ね、ちょっと本当にね、一回だけでも引きたいんだけど、ここはちょっと心を鬼にして、はい。ちょっとね、スルーしたいと思います。はい。あとそれと、こちらワグナス襲来イベントも並行して始まりました。はい。ワグナス襲来ですね。で、このね、S ワグナスは、クエスト5かな？ 5 クリア時に、S がゲットできますので、まあ、せめてね、5ぐらいまでは皆さん、やってくださいね。でから、報酬がもらえるのは20回まで。ね。クエスト20まで。で、そっから上はチャレンジバトルで、今ね、私はね、22までクリアして、23で1回負けたので、メンバーをね、いろいろとちょっと入れながらやってるんですけど、トツとレイとインかなが、ウィークで入るんで、まあ、私はセルマ持ってますので、セルマのね、トツレイの、落下流水なんて技は結構、1万4、5千円ぐらいは出せる
出るかな。ダメージ与えられるんだけど、その他がね、やっぱしいいキャラクターがね、私ないので、いろいろちょっと試行錯誤したんですけど、まあ、22、23ぐらいで、ちょっとね、なんだろう、ワグナスもね、結構本気でやってくるんで、サイコバインドでしょ？ファイヤーボール、ライトボール、プリズムライト、滑殺重心章。結構ね、動きも早いですし、まあ、連続で全体攻撃のサイコバインド、ライトボール、やられるとね、まあ、プリズムライトとかも混乱かな、確か。やられると、かなりちょっとね、しっかりとメンバー組んでいかないと、ちょっとね、結構難しかったですね。はい。で、まあ、そうですね、おすすめのキャラクターで言えば、そうですね、SS コーデリアかな？アルダーストライクが突のレイか。うん、だからコーデリア持ってる人は、そうですね、組み込んだ方がいいのかなって思いますね。まあ、あとはヒーラーも必要ですし、まあ、白バラさん持ってる方は、ね、状態異常回復できるんで、はい、白バラさんおすすめですね。私持ってないんでね、はい、使ってないからちょっと言えないんですけど、まあ、見てる感じ、白バラさんはおすすめかなと思いますね。まあ、あと SS ウンディーネですかね。うん。まあ、レイの攻撃がね、あるんで、ウンディーネ、回復もできますし、うん。だから、シロバラ、コーディリア、ウンディーネ、セルマ、この4体ね、この4キャラ持ってると、結構、うん、盤石なんじゃないのかなと思いますね。あと一枠は、まあ、知力削れるね、突攻撃のキャラクターで、まあ、育ってるキャラクターとか、まあ、今、ここにね、ちょっと置いてるんですけど、弓のクローディア。SS 持ってる方はね、ここ SS のクローディアで、S から、ラクホーファーかな、うん、持ってきたりしてもいいんじゃないのかな、と思いますね。私はね、なんせね、その4キャラ、セルマ以外のね、3キャラ、白バラ、ウンディーネ、コーデリア持ってないんで、マライアと雪だるま、2人回復入れて、タクス希望2連チャンで回復しようと思ったんですけど、まあダメでしたね。結構ね、混合石のネックレスで麻痺対策全員でね、アクセサリーか、あ、ネックレス？混合石のネックレスか。持たせたんですけど、やっぱりね、マライアとか、イキダルマ、で、クローディア、S のキャラクターで、まだ、育成がね、しっかりとできてないと、結構食らっちゃいますね、麻痺は。このね、ワグナス結構、まあ強いかなと。おすすめ耐性で、こう一番右端に混乱マーク出てるんで、これ多分プリズムライトでしょうね。で、麻痺が、サイコバインとか。で、おめめみたいなやつがライトボールかな、暗闇になるかな。結構ね、状態異常をやられると、きついかな。30回で終わりとしたら、まあ、30回まで行こうと思うと、やっぱりね、しっかりとした、編成で行かないと、きついっすかね。お祈りしても勝てるような感じはしないっすね。で、まあ、結構ね、このワグナス自体の状態異常耐性がね、ほとんど999で、まあ、一番低いので、眠り125プラス。で、次いで、スタン300なので、まあ、ほぼ入らないっていう風にね、思ってた方がいいんで、まあ、そうですね、ワグナスの、脳削りなりね、脳天割りなりで、知力を下げて、まあ、全体ダメージ、ね、ダメージ量を減らしていくのが一番いいのかもしれませんね。まあね、まあ、20回まではね、報酬がありますんで、はい、ゴールドピース、シルバーピース、それから S、ワグナスのピース、あるんでね、せめて20回まではね、皆さん頑張っていきましょう。20回までは、まあ、いけると思いますよ。私でもいけましたか？大丈夫です。はい、頑張ってください。ちょっとね、23で終わるのがちょっとあれなんで、せめてね、30回とか欲は出せないんで、25クリアぐらいまではちょっとね、イベント終わるまでには頑張ってみたいなぁとは思います。あと40日もあるんでね、いろいろと試行錯誤と、まあ、育成頑張りながらね、はい、25ぐらいまではクリアしたいなと。はい、思っておりますっていう感じですね。まあね、今回の動画はちょっとね、取り急ぎこんな感じでイベント始まりましたって、皆さんどうですかみたいな感じになっております。はい、それじゃあね、私もこれからちょっとワグナス襲来イベントね、攻略していきたいと思いますが、まあ進まないかもしれませんけども、はい、皆さんもぜひ頑張ってくださいませませ。はい、それではね、また面白いネタなどありましたら動画にしていきますので、また遊びに来てください。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。